ご紹介ありがとうございました。水波の花の次は時子の花でございます。花は花でも彼岸花、桜は桜でも乳母桜と言ったら叱られるので、この辺にしておきたいと。そんなことは言ってないと思います。そうですか。後ろの方が言ってくれ、家と言いましたので、仕方なく言いました。というところで、隣の町、時子の、茶箱と申します。3人ぶり、この水波の地で、まさらかには前夜祭、本当に待ちに待ってたというところで、今日は寒い中ですが、気合を入れて、時子の陶器、陶器の窯の炎の上で熱く踊ってまいりたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では参ります。この時のもゆららきっと盛んとす織部は城の夢見おるわし、
はい、ありがとうございます。はい、ちばんこの皆さんありがとうございました。さあ、トッキシンもですね、はい。